えー、続きまして、長野県伊那市えー、白鳥隆市長より長野県伊那市のドローン物流事業の取り組みについてと題してお話しいただきますそれでは白鳥市長よろしくお願いいたします。はい、えー、長野県伊那市の素人でございます。今日はよろしくお願いします、えー、早速ですけれども、伊那市の取り組みについて、えー、お話をさせていただきますので。 まずあの、伊那市の、まあ、キャッチコピーなんですけども未来を織り成す創造と循環の町ということでまたあの人口また位置等についてはあご覧いただければと思います伊那、まあ、市はあの製造業を中心としてはいるんですけれども農業、林業も非常に盛んなところでありますで、まあ、製造業につきましてはあの工学系、まあ、例えばオリンパスさんだとかあるいはあの まあ部品電子部品関係、コーアさんとかルビコンさんとかです、ね、ですで他にもお、まあ、いくつもの稲食品工業さんとか、えキッズさん、あるいはあケンウッドさんとか、近くにはあエプソンさん、まあ、そうしたのいろんなの企業が集積をしている地域であります。でえーまあ、市の面積が非常に広いといととうことでして、えー まあ実際には668平方キロありますので、えー、本当に山間地域から、それから市街地、まあ、非常にあの多様な、まあ、構成となっているというところですね、であのまあ、こうした取り組みをする中では、やはり SDGs ということを前々から私ども、まあ、考えておりまして、 えまあ循環それから創造そして将来までこう持続可能な街と言ったことを心がけて今進めているところであります。まあ先日もあの SDGs 未来都市ということでえまあ選定をされまして内閣府から選定をされたところであります。えっとまあこれがですねあのこの地域におけるやはり課題であります。まあ高齢化 ああるいは少子化、化仮想化もありますそれからの買い物弱者、医療困難者、移動手段がないさまざ、あ、まなことがあるのに加えて山とか農地においては日本ンジカとかイノシシとかですね月のワグマ、まあ、そんな被害も発生をしているところでありましてすべ、まあ、てのこう日本中で抱えているような課題が凝縮しているようなそんなあの地方都市 まあこれがいなしでありますでそうしたことをあの解決するために私たちはどんなことをするのかということで買い物とか交通医療そうしたところを課題として、えー、クローズアップして対応をしてまいりましたでそのためにあの今出ておりますけども伊那市の新産業技術推進協議会というのを作りました、えー、これは平成28年から始動を始めておりますのでもう何年も経つんですが 例えばその移動手段として、えー、バスは走っているんだけどもバスには誰も乗っていないと、えー、そうしたことを解決するために AI、人工知能を使ったあ、まあ、あのタクシーですね乗り合いタクシーこれを名古屋大学とか未来シェアと一緒に、まあ、開発をしてきたと。 いうことまた他にもあの医療困難者についても過疎、えー、地域の遠くのところに往診になかなか行かれない、ということができないと、えー、そのためにトヨタさんとソフトバンクさんで出資をしてできたモネ・テクノロジーズという会社、それからあのフィリップス・ジャパンとそれから伊那市が協力をして、マ、えースを使ったあー、まあ、あーモバイルクリニックというのも今、実際、実用を。 されておりますす、まあ、他にはあのスマート農業ですね高齢化のためになかなかこう農業の作業が進まない中でもスマート農業によって、まあ、無人のトラクターとか無人の田植機ほにも草刈り機ですね、えー、あと田んぼの水を自動的にこう開け閉めする自動給水栓、まあ、そうしたものを開発したスマート農業あるいはスマート林業といったもので ICT 教育、まあ、こうしたあの。お まあ最初は3部会から始まったんですが、えー、途中で5部会に増えて7部会に増えて、まあ、今、9つの部会が動いておりますでそれぞれにあのシンクタンク三菱総合研究所とか三井住友海上さんとか日清基礎研究所さんとかですね、まあ、いろんなところと組みまた大学も信州大学、えー、とか名古屋大学東,東京海洋大学 さらにあの企業も久保田さんとかあ小松さん置き電気さんソフトバンクサイボーズあるいは地元の企業の高輪さんとかですねニラ食品さん高野さんまあいろんな方と組んで、えー、さ先ほど言いました九つの部会を動かしているということであります、えー。まあメンバーにはあの地元だけでもなくて全国から集まっているということ、それからの市、えー、市の職員の中にも。 ソフトバンクとか沖電機、それから前輪、NTT 東日本、えー、富士通、そうしたところからも派遣をしていただいて、このメンバーに加わっていただいて、解決に進めていくということであります。えー、そんな中でドローンについて、日はあは具体的なお話をさせてもらいたいと思うんですが、これはの前輪さんのジオフェンスの中を通っている KDDI のドローンです。 これはの買い物困難者のために作られてま、え、い、ー、りましたで、まあ、ドローンは最初なかなかこうハードルが高いといいますか飛ぶについても自立飛行、えー、宅地の上、住宅の上、えー、許可がないといけませんよとかです、ねまあ、いろいろあったんですがこれ、日那市では河川、まあ、特に一級河川の上を飛ばそうと。 まあ比較的下に人がいないということですね、それからあのまあ昔は水運として活用されていた河川を、その上を飛ばそうと、でまあ、集落というのは大体こう河川沿いにあの発達しておりますので、これは理にかなったやり方だろうということで、国土交通省とも協議を重ねて、今、これがあの実証ではなくて、もう実装に入っております。で まあこの取り組みというのは今から6年前から始まっているんですが、えー、まずあの、ドローンポート、まあ、これ、今実際使っていないところもありますけれども、まあ、自立飛行ですので決められたところに自分で行って降りて荷物をそこで降ろしてでそれからあのボランティアの方があーお宅へお届けするとあるいはそういう取りに来るという、まあ、そんな仕組みなんですね。で 実際には今、どうでしょうかね、5キログラムの重さのものをだいたい20キロメートル以上飛ばせるようにということでやっておりますが、今後はさらにまあその上を行こうということの今、開発をしております、で特にあのこの、まあ、実証実験の段階で、私たちがあ、まあ、を、まあ、ドローンによっての物流というものを確信を持ったのが、実はあの、まあ、先ほどちょっと話をしました、日本自家です。 もう日本鹿がもう、バッこしていて、も大変な状況でしてえこ、この連中をやっつけようということで、考えたのは、ドローンで鹿を探そうというコンペを平成29年に行いました、全国から14のチームが集まってきたんですけども、まあ、高団体の1800メートルから1900でや,やったもんですから、ガスが出て、雨が降ってということで、ちょっとドローンフェスそのものは、まあ、あの不成立にしたんですが。<laughs> この中でも事実飛行で、えー、鹿を探せるということで手を挙げたチームが4つありました。であここまでド,ドローンは進んでいるんだということで私たちはこの、えー、ドローンフェスイン・イナバレーというところでドローンの可能性というのを確信をしましてでもう一つあのドローン物理を構築する段階におきましても先ほど言ったアクアスカウエ河川上を飛ばすということ。であの 中心市街地の、まあ、商店から、えー、ドローンで、えーまあ、中山間地域の拠点まで運びそこ,そこからまた分けて、えー、地域の公民館とかですねそうしたところへ持っていくでそこからはあのー、取りに来てもらうか取りに来られない人はボランティアの方がお届けをするという仕組みを作りましたで、まあ、こ,これもあのやはり国土交通省との連携の中で、えー まあ一歩一歩安全を考えたりして進めてきたんですけれども、まあ、ドローン物流の機運というのは、このドローンフェス・イン・イナ・バレーとドローン物流構築事業、この2つで一気にこう現実みを帯びて動いてきたということです。次はの、まあ、トータルとしてこの仕組みは UI マーケットという言い方をしております。えー、まあ 山の中にこうずっと川が流れているは白く赤くありますけれどもそこに赤いところが集落ですね、えー、そうしたところであの私たちについては、えー、お年寄りの皆さんが携帯とか、えー、スマホでえ何か注文しようと思ってもなかなか難しいので、あのー、この地域、まあ、長谷地域と言いますけれども、えー、ほぼ100% ケーブルテレビに入っておりますのでケーブルテレビの画面を使って商品をチョイスして数も決めてそこであの注文する午前中11時まで注文するとその日の夕方にはドローンで届けてもらえるという仕組みを作りましたで、まあ、リモコン操作がお年寄りの方テレビお友達ですので非常にこうあの慣れているということで進めておりますで今現在あの地元の企業の西澤さんというところと組んでおりまして全部で 商品商品としては300品目あります。で、これを注文をして、まあ1ヶ月ごとに決済もケーブルテレビの受信料とと一緒にこう払うということですので、まあキャ,キャッシュレスがもうすでに済んじゃってると進んでいるということであります。で、ちょっと余談ですけども、意外な話として一番人気の商品というのはお豆腐でした。であのその先はですね。えー 画面とするとドローンがこう来て公民館に着陸をするというところですね、これがその場所です、でそこの下にはあの移住をしてきた方なんですけども、ボランティアさんがいて、そこから取り出して、でお届けをする、あるいは来た人にお渡しをする、でそこでバッテリーを入れ替えて、また戻すということでありますので、まあ、ある意味、地域のコミュニティの機能にも役立っているということであります。 あの最後のといいますか届ける最後のラストワンマイルというのは人の手でということを基本にしておりますので、まあ、安否確認だとか会話だとかいろんなことをまあそこで、えー、やっていこうとであの今年の夏からですね飛行距離が2倍の新型機を導入する予定です。ここれはの2倍に伸びたたとによって運運行行のの時間またあの運行の まあ場所さまざ、あ、まこれから広がりを持てますので、えー、まあバッテリー交換とか荷物の格納、まあ、より簡単にですね、えー、扱いながらボランティアさんの意見も入れて、えー、進めていきたいということでありますでそれからその次はこれからいよいよ次の段階に入ろうということでありますこれはの今ご覧いただいているのは、えー、VTOL 垂直のまあ離着陸ができるドローンでありますが これは、ね、今、開発中でして、えー、100キロの重さのものを100キロメートル運ぶと。 プロトタイプについてはもう完成をしておりますので,でこれが 3500m の高さまで、えー、飛べるようにということでこれからまたあのいろいろチューニングをしたりしながらさらにレベルを上げていこうということであります。というのも伊シーは南アルプスと中央アルプスを2つ抱えておりまして 3000m の位置に山小屋がいくつもあります。で今ヘヘリリコプターででで運んでるんるすけどもヘリの 機体が少ないのと、えー、パイロットがだんだん減ってきている。 で荷物また昔のように牧家で人力で運ばなくちゃいけないようなことになっておりますので、まあこの V トールができれば革命的にこの搬送については変わるんじゃなかろうかというふうに考えております。でこれあの山岳だけではなくても林業の世界でも例えばのコンテナ内を運ぶとかあるいはチェーンソーだとかいろんなあの機器を運んでもらって作業者は絡みで現地まで行くとかですねいうこともできますし。 またあの他の活用もこれから革命的に始まってくるのかなというふうに思ってます、えー、最後がですね東版のスマートシティということでこれがあの私たちが今描いている新しい、まあ、将来の世界であります、えー、エコロジーとエコノミーと都市ポリス、えー、ス,マスーパーエコポリスということであります 伊那市はあの50年のおりビジョンとか、えー、低炭素社会の実現、またあのドローン物流、IoT とか AI とかですねロボティクス、まあ、いろんなあの新しい産業を取り込んで、えー、やっておりますので、まあ、これを、すべてを盛り込んだあ未来の地方都市。 えこれがススーパーパポリスとしてて付けております、えー、特に、つい最近でもえ地方創生推進交付金のササエティ5.0この採択をいただきました、まあ、5年間で7億5000万ということで,でこれはど,どんなふうに使っていくかというと先ほどの VTOL だとかあるいは移動する市役所え移動市役所とかあるいは回すあるいはその。 人工知能を搭載した AI、タクシー、これも電気で変えていこうといったところで、一歩、二歩先を進められるような分野で、このササイティ5.0、これを展開していく予定であります。また、さらに地方創生推進交付金の横展開タイプも採択をされまして、これは1億5000万ほどなんですけれども、これはモバイルオフィスとか、 テレワーカー、まあ、そううしたとととこころにやって、えー、展開すするということでありますあの地方、大変な課題をいつも抱えているんですけども、そうしたものを解決できるのが最新技術だと、特にドローンというのはあの、ドローン革命と言われるように、う無限の可能性がありますので、私たちはそうしたことをさまざまな分野に導入をしていく。 そんなことを考えて今取り組みを進めているところであります以上であの東からの発表を終わりといたしますありがとうございました白鳥市長ありがとうございました関さん いろいろとお話が出てきましたけれども、はい、グラフィックレコーディングの方いかがでしょうか。はい、はい、今こんな風に書いております。ありがとうございます。あのちょうど私キーワードで SDGs ですとか、ソサエティ5.0といった形でお話の方が出てきて、まさにこう誰一人取り残さないといった取り組みをベースにいろいろな展開をされているなという印象を受けました。またポートから始まりですね、フェスで確証を得て、さらに物流で強い確証となっていく。こういった たいなしのモデルみたいなものが一つ視聴いただいた皆様にもよく聞いて取れたんではないかなというふうに思います。あ、なんかちょうど物流林業でグリーンのトーンが非常に色濃く出てますね。関さんなんか黄色の文字のシェードのあたりで何か気になるところとかありますでしょうか。そうですね。うん、えっとそう、いわゆるこう地域課題がどんどんこう高齢化、過疎、うん、化、はい、少子化、その中にこう買い物こう民間がやっていったら。 普通でやったら儲からないけどここどうしようっていうところに対して先ほどのこう皆さんがこう。 いい意味で寄ってたかって、ここでこういろんな方がいらっしゃったのがすごく印象的でしたそうですね、なんか稲穂さんのお話を聞いてると、課題との距離感とか、課題への向き合い方みたいなところに非常にヒントが大きくあったんじゃないかなというところで、やはり SDGs 未来都市を選定されるといった、多分スタンスのところからも、課題をまあ次のチャンスに変える、こういったことが、一つ、稲穂様んのドローンの産業のまあベースにあるんではないかなというふうに感じた次第です。 えー、グラフィックレコーディングの方ありがとうございましたはい。それでは続きまして北海道旭川市西川正人市長よりドローンが活躍する非対面医療の未来と題しましてお話しいただきますそれでは西川市長よろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いいたします、えー、ただいまご紹介をいただきました北海道旭川市の市長の西川でございます 最初に少し旭川市の紹介をさせていただきたいと思いますが旭川市は大雪山などの雄大な大自然そして都市機能の調和した暮らしやすい町でありまして北海道の中核都市人口ですると札幌に次ぐ北海道第2の人口の都市となっております。 産業につきましては農業が基幹産業でありますけれども食関連の産業や家具などのものづくり産業が地域の強みとなっておりますまた北北海道の物流また交通の拠点としてさまざまな流通の拠点としても発展をしてきた地域となっておりますまた観光としてはですね旭山動物園 がございまして、全国海外から、まあ今はコロナの関係でちょっと来ておりませんけども、たくさんの方に来ていただいている、まあ観光都市にもなっております。で次お願いいたします。またあの医療面ではですね、浅井川市立のあ浅草の市立浅井川病院をはじめですね、浅草川医科大学など 5つの基幹病院を中心に多くの医療機関そして医療従事者の集約集積したそんな北北海道の医療を支えている町にもなっておりますそのような非常に充実した医療資源を活用しながらですね昨年度旭川市におきまして旭川医科大学 そして、民間事業者の皆さんの協力をいただいて、ドローンによる処方箋医薬品配送の実証実験を行いました。また、今年度は社会実,実装事業者等の枠組みを活用しながら、非対面医療の実現に向けた取り組みを進めていきたいと考えているところであります。 えー、それではまず北海道地域のまあ、これらの事業を進めていく上での課題等についてですね、えー、少しご説明をさせていただきたいと思いますで次お願いいたしますまあ、こちらはですね今あの北海道のまあ現状についてなんですけどもま一、あ、つ目の課題として、ね、広域分散型の地域構造というものがあございます まあ北海道の面積は全国の約5分の1、そちらには22%と記載しておりますけれども、非常に広大な面積が広がっておりまして、面積にするとです、ね、九州と四国を合わせた面積よりも広い面積であります。ままた東京から大阪までの まあ、全てがまあ、収まるようなサイズのまあ、そんなような面積に、えー、そういう広い面積にですね、えー、都市があ分散して、えー、まあ、あるというのがまあ、北海道の現状になっております。まあ、都市間の平均距離も全国の2倍以上ということになっております。一方でですね。まあ、そのような非常に広い中でありますが。 まあ高速道路の開通率については、まあ、全国平均をまだ大きく下回っておりまして人や物の移動に大きな課題を抱えているところであります、まあ、そのような中で浅木川市においてはです、ねまあ、比較的医療機関が充実をしておりますがこうした背景から、まあ、道内の約8割を超える地域が まあ、仮想地域となっておりまして、えー、そういった地域においてはあ、医療施設までの距離が非常に遠かったり、また十分なあ医療を受けることができないといったようなあ課題が、えーまあ北海道全体で、えー、一つ大きな課題となっているところであります。えー、次お願いいたしますす、えー、もう一つの課題はですね 全国的に一時医療圏内における診療所の減少というようなことが課題となっておりますが診療所についてはです、ね、代表者の半数以上が今、60歳以上ということになっておりましてその中でも後継者がいないという一つの大きな課題に直面をしております。 この診療所の医師の高齢化、後継者の不足、これについてはですね、今後も減少傾向が続いていくということが見込まれておりまして今後、ですね、さらに診療所の閉鎖が続いていくと医療難民の発生を防ぐことができなくなりまた、そういった中ではですね、さらに、まあ、基幹病院ですとかあるいは医師会など 機関関係団体との連携を密にしていく必要があります。医療機関同士の医療情報の共有化ですとか、また ICT を活用した取り組みが今後さらに重要になっていくと思われます。次をお願いいたします。えー、もう一つ三つ目の課題なんですけれども。 医療資源、交通手段等、様々な社会的要因によって、十分な医療を受けられない医療アクセスの悪化であります。北海道の多くを占める過疎地域においては、医師、看護師の数が圧倒的に不足をしておりまして、全国でも最も医師数の偏在が著しい地域となっております。 人口減少などによって、診療科や診療所自体を維持できなくなるケースも今後、さらに増加をしていくのではないかと希望しております。地域の医療機能の低下により、遠くの町まで足を運ばなければならなくなり、医療を受けるまでの距離が非常に遠くなると。 いうような状況が生ままれてきてきおります、まあ、こうした中、昨年4月、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、次限解禁となりましたオンライン診療でありますけれども、まあ、これがです、ね、今後の北海道地方の医療課題を解決する一つの大きなツールー、可能性を秘めていると考えております。 一方で、遠隔の患者に医薬品をどのように届けるかといったような問題が残ります。その解決策の一つとして、ドローンを使った医薬品の配送、これをぜひ、ね、実現していくことによってです、ね、この非対面医療の実現に向けて、大きな一歩を踏み出すことができるのではないかと考えております。 次お願いいたしますこうした課題背景をもとに本市において昨年度の取り組みそして今後の取り組みについて少しご紹介をさせていただきたいと思います次お願いいたします昨年度浅井川市においてオンライン診療オンラインによる服薬指導そしてドローンによる薬品配送を連動させた 一気通関型の非対面医療の実証実験を国内で初めて実証したところでありますがこの広域の医療圏を支える旭川医科大学病院そして大手調剤薬局でありますアインホールディングス様そしてドローンビジネスに取り組まれている ANA ホールディング様など民間プロジェクトチーム ととともにこれらの実証実験を行ってく、えー、ることができました、えー、少しちょっとここで映像を用意しておりますので、えー、皆さんにご紹介をさせていただきたいと思います映像の方よろしくお願いいたしますあの朝日海大の本間です井戸さん変わりないですか調子はいいですよ 少し比較的安定しています。そうですね、それもですね。で、処方箋に関しては、えー、安暗薬局の方にこちらからお送りしますので、お薬は後ほど安暗薬局から朝日園の方へ届けられると思います。 井戸様こんにちは。アイン薬局の中尾です。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。今日もいつものインスリンとアド花に処方されています。ドローンで配送いたしますね。柳田さん、薬到着後、また再度確認させてください。 こんにちはこんにちは今日のお薬です。よろしくお願いいたしますはい、ありがとうございますそれでは、阪梨園の方に配送をお願いしますかしこまりました。大切に運びいたします浅川医大から、えー、緑川朝日園、フライトシミード、トメーターパースイップ そちらにちょっと旭川市の取り組みについて紹介をしておりますけれども、まあ、昨年度の取り組みは行政だけではなくて美容院、薬局そしてドローン企業など、まあ、異業種のチームで課題に対する取り、えー、検討に取り組み構想を組み立ててきたところであります。実際に医師師薬剤師等のの参加もとオンンライン診療 オンライン服薬指導、ドローン医薬品配送をおつなぎ、一連の流れを実験したことで、さまざまな課題を洗い出すことができました。次お願いいたします。えー、今年度は本市では地域課題の解決につながる優れた技術やノウハウを有するさまざまな民間企業と連携しながら。 広域分散型の北海道における非対面医療の実現に向け、ドローンの薬品配送や ICT を活用したオンライン診療、服薬指導を統合した非対面医療のモデル構築や実装についての課題を整理していきたいと考えております。次お願いします非対面 医療のモデルについてては本市が描く全体像がこちらの資料となっております、えー、非対面医療プロジェクトでは第一に医療関係者の参画の下、医療情報を計測するウェアラブルデバイスを用いて、医療データ活用に関する実証に取り組んでいく予定となっております。 在宅や高齢施設の患者の健康情報をウェアラブルデバイスで収集しオンライン診療時の参考情報や薬の副作用のチェックに用いるなど様々な活用を検討していきます第2にドローンを活用した医薬品配送実証について今年度は第3次医療研の 輪っか内市とも連携し、昨年度よりさらに実装に近い環境で課題整理を進めていきたいと考えております。え次お願いします。はいありがとうございます。以上の取り組みを行いながら最終的には健康情報等のデータの共有化や。 ドローンなどによる医薬品配送を連動させた新しい非対面医療のアセイカーモデルの構築を目指していきますモデルの構築後は医療機能が低下している地方にも展開していくことで医療機関から離れて住んでいても身近に医療を受けられるそのような未来の実現にわずかな流れでも貢献していきたいと考えているところであります 以上でドローンが活躍する非対面医療の未来の実現に向けた取り組みを一歩ずつ進めていきたいと考えております。西川市長ありがとうございました。それでは映像の方はさておき、一度西川市長のお話、旭川市のモデルについてグラフィックレコーディングの方で少し振り返りながらお時間の放送をさせていただければというふうに思います。関さん何かあのグラフィックレコーディングの方う済みましたでしょうか。 私、書いてて気づいちゃったんですけれども、はい、グラフィックレコーディングが画面出ますかね、はい、あグラフィックレコーディングの画面の方よろしくお願いいたします、はい、あのたまたまなんですけど、えー、あの先ほどの,あの最初の対談、はい、加賀市の市長との対談ですと、隣今、隣が今回の旭川だったんですけど。はい 今回の書いてて一番のやっぱりこう黄色、はい、あのハイライトで大切だなと思ったのがこのプロジェクトチーム、はい、行政だったり医師とか薬剤師みたいないろんな方がこ,うこれを実現するんだってやるってまさになんかこれじゃないと本当、はい、<laughs> まさにそうですね最初のビジョンというところでまあビジョンメイキングしてチームが出来上がっていくというところがこうぐるっとこう回ってきていよいよ実は近づいてきたみたいなところがなんか見えてきましたね。そうでですね、はい、まさにだなと思う色んなととろんこ いろんな事例でこの話はあったんだけどやっぱりこれって大切なんだなと思って書きながら思っておりましたそうです、ね、あとはやはりこのコロナ禍というところで新型コロナウイルスに対応がいろいろとなされているところでこういったところ時代においてもこの医療分野で課題解決にさまざまチャレンジしている2020年の4月のタイミングでコロナがトレンドになりまして3か月後の7月には実証みたいなところのペースを考えると非常に速いスピードで えー、様々な実証みたいなところもまで進めていることがよく見て取れるかと思います皆様事例についてお話いただき誠にありがとうございましたこの後休憩を挟んだ後これまでご登場いただいた首長に再度ご登場いただきましてドローン利活用の実態と未来展望について詳しくお伺いしてまいりたいと思います